せーの、BTU アニメラボ。さあ変わらんかと思った。ヒヤヒヤした、ね、今どうしようかと悩んだ、うん、けどいっかって。一気オープニングのまま、うん、たまにあるやつだ。そう、このまま行きましょう。じゃあ本日のね、お物語感想の、それが終わったんですよ。ないです。終わったの？それが終わったんです。無事俺ネット放送されてないんじゃねえですかね。じゃあ終わったんですよ。みんな見てない。あれ終わったのか。そう、クラス変わって終わったのか。みんなクラス。じゃあ私こしが今回紹介したいアニメ、皆さんご存知でしょうか？コンクリートデボルティオ。まだ見てない。あら、どうなの？こちらね、とんでもねカオスアニメなんですよ。ざっくりと説明いたしますと、うん、変身魔女っ子がいたり、うん、体を改造された人間がいたり、うん、巨大化する、まあ、ウルトラマン的な人がいたり、うん、なんかバロムワンみたいな、なんだろう、うん、動物とかいろんなものに変身する人がいたり、うん、あ、チョッパーみたいな、そう、まあ、そういろんな各漫画やアニメの主人公たちが集まってきた超人のドタバタの世界なのでございます。ドタバタするってよくわかんないです。タイバニみたいな感じじゃなくて、そこまでヒーローで統一はされてはないんですよ。いろんな超人がいて、で、まあ、地球なのに、まあ、外の異世界の人も来てるんで、うん、地球でその超人は人間を守る、うん、じゃあその超人は誰が守るんだっていうのが超人かっていう主人公が属しているカマンですよ。で、今回ちょっと第1話が終わったんですけれども、ドタバタでしたね。ドタバタですね。わかんないね。時間軸がドタバタだったんですね。過去と未来を、あ、そういう感じなんだ。あ、パンチライン的な感じ？もう含まれてるようなんですよ。ちょっとまだね、そのタイムリープするだけじゃなくて、その話の流れの時間軸が、そうですね、そう、先の話あったり、前の話あったり、ようやく見つけたぞって言ったら過去編に入って、うん、で、過去であった、まあ、事件なのかな、うん、のせいでちょっと恨んでたみたいな感じがあったんですけど、現代に戻ってきたら、あ、そういう理由だったのね、うん、実はあの時ああしてたのね、うん、納得、じゃあこの超人界に戻ってきて俺は戻れないっていうようなところでございました。じゃあこの女の子が超人界に誘われるんだけど、チーズあれ、当時未来だとその誘ってきた人が超人化から抜けるっていう話があったんですよ。それを同時進行でやってるんだよね、うん、それが、まあ、現代なんでしょうね。あの主人公っていうのもまあ難しいけどね、誰主人公か、その抜ける人が主人公なのか魔女子が主人公なのかぐらいの感じだよね、今。うん、ジュンちゃんがね、うん、ジュンちゃんっていう主人公がいるんですけど、ジュンちゃん、ジュンちゃん、え、言い方、もう一回言って、ジュンちゃんジュンちゃんジュンちゃん、あとで一回字に起こしてくれ、ああ、ジュンちゃんダメだ、わかんないわ、わかんないわ、どこまでですか、ジローちゃんっていう、あ、ジローちゃんだった、そういうときは主人公かなっていう、その超人化の担当の方がいらっしゃるんですけど、その人は人間なんですよ、うん、俺は普通の人間なんだよ、そうそうそう、ジローちゃんが主人公なの、あのかなって一応、で、そのジローちゃんをかける魔法少女がいて、で、ジローちゃんと行動を共にするウルトラマン的な変身ヒーローがいて、で、ジローちゃんは、なんだろう、変身、なんだっけ、あの、変身するトランスフォーマー的な、ガンダム的な優勝的なものに乗ってるんですよ。そうですね。車がバオンバオンバオンってなって、でっかいロボになる。はい、鉄の馬って言っても。あれは超かっこよかった。かっこいいんだ。かっこよかったですね。石炭を食う鉄の馬みたいな。何それーって思いながら。世界観がね、正直わかんねえんすよ。わかんないっすね、みたいなことを。まだ分からせる気がないですね。なんかレトロですよね。レトロね、うん、言えるのはいろんなアニメの、まあ、アニメ漫画主人公、まあ、特撮なんかの主人公をいろいろ集めた世界の話ですので、うん、これからアベンジャーズね、あれは本当に原作があるけどね、そうね、そんな感じ、敵も味方も主人公能力なんです、へー、みんなが主人公能力なんでね、ちょっとカオスすぎてまだ何とも言えませんけれども、うん、見てみたいなと思いますので、これで3話でバーンって感想終わったらね、急に変わってますね、バーンって切るかよ、急に学校暮らしの話が始まる、いやいや、学校暮らし始まる、もう一回ね、一応物語2回2回目、2週目見直しました、見直しましたじゃないですよ、知らないよ、からいやいやいや、とりあえずね、すごいおしゃれな、おしゃれですね、幸せですので、ぜひ見ですね、おしゃれください、はい、以上、コンクリートデボルティオでした。コメントなど待ってます。第2回はあるのかな？はい。
るかな。切るかも。ちょっと。じゃないっす。じゃんけんぽん。全員ぐちゃぐちゃだから、みんなは。